米沢実の古典部シリーズ。古典部シリーズは、米沢実のの推理小説のシリーズ。角川より2001年10月から刊行されている。文化系部活動が活発なことで有名な進学校、新山高校で、古典部という廃部寸前の部活に入部した、男女4人が、学校生活に隠された謎に挑む、日常の謎に分類されるシリーズ。 基本的に、主人公であり、探偵役でもある、折木笹久太郎の一人称で語られる。2012年のライトノベルの売上において、古典部シリーズが、第三位となった。2019年6月時点で、シリーズ累計発行部数は245万部を、突破している。メディアミックス化もされており、コミックスは、累計90万部、アニメ BD&DVD は19万部を、 突破している。シリーズ第一作は、著者のデビュー作である、評価。同作は、ライトノベルの新人賞である、角川学園小説大賞のヤングミステリーホラー部門で、奨励賞を受賞し、角川スニーカー文庫のサブレーベルである、スニーカーミステリークラブから刊行された。2作目。 グ者のエンドロールも同レーベルで刊行されたもののスニーカーミステリークラブの企画が頓挫し続編が出せない状態となったしかし2004年米沢がシリーズ3作目として執筆されていたものを全面開講しノンシリーズ作品として東京草原社から出したさよなら妖精が高い評価を受けたため角川書店でのシリーズ再開が決定2005年に シリーズ3作目、クドリャフカの順番が単行本で刊行され、同時に、評価と愚者のエンドロールも角川文庫から新装定で刊行された。以降シリーズ作品はまず単行本で刊行され、後に文庫化されている。シリーズは、笹具太郎が高校を卒業するまで続く予定。シリーズの舞台である、新山市は、 中部地方にあると推定される緑豊かな地方都市とされている。アニメ版の舞台のロケ版は主に著者の出身地である岐阜県高山市で行われた。16銀行はファンの聖地巡礼による高山市内への観光客を年間15万人と想定し、岐阜県内への経済効果は21億円と算出した。二千十三年二月一日には、 アニメのモデルとなった場所を案内する高山市公式ガイドマップが1万枚制作され、市役所や市内の観光案内所等で配布されている。スニーカーミステリクラブの作品はベッド英台が付けられることになっており、角川文庫に遺跡後も表紙に英台が書かれている。単行本で出版された作品についても文庫化の際に英台が付けられている。評価、評価。 You can't escape, the n e e c e of time ぐのエンドロールホワイデドゥントシーアスクエバ、クドリャフカの順番、ウェルカムツーカーニアフェスタ、遠回りするヒナから、リトル。バーズキャンディメンバー二人の距離の外算から、イットウォークスバイパスと今更翼と言われても、ラストシーンベアリング2019年6月現在、二人の距離の外算までの文庫版すべてを及び、単行本、遠回りするヒナ。 今更翼と言われてもは、岩合重力、ワンダーワークスが想定を担当している。単行本、くどりゃフかの順番は、有空流ワンダーワークス、単行本、二人の距離の概算は、岩合重力、ワンダーワークス、KS、文庫本、今更翼と言われてもは、岩合重力、KT 名義となっている。カバー総画の担当は、スニーカー文庫版、評価が、 上杉久代、同じくスニーカー文庫版、愚者のエンドロールが、高野乙彦、単行本、二人の距離の外産が、北沢平介。文庫のカバー写真は、清水敦氏が担当している。角川文庫の期間4巻は2012年のアニメ化の時期に、アニメデザインのキャラクターが大きく描かれた、ブックカバーと同じ大きさの超特大体が巻かれて、販売されている。 この超特大体の裏にはアニメの設定資料が掲載されている。また、2012年6月に発売された文庫版二人の距離の外散は、裏面にアニメのイラストが描かれたリバーシブルカバーとなっている。どちらも京都アニメーション描き下ろし期間限定仕様。2019年よりオーディブルにてデータ配信でシリーズ全巻が順次、 オーディオブック化された。朗読は恥ブ文が担当した。登場人物の学年は、突起のない限り笹久太郎たちが一年生の辞典のもの。古典部員の設定、性格は、シャーロック・ホームズシリーズにおけるホームズを、笹久太郎、依頼人を得る、ワトスンを、サトシ、レストレードをマヤハナと当てはめて作られた。複数回登場した人物のみ記載。 評価のタイトルで2012年4月から9月まで独立極端にて放送された。テレビシリーズ22話と OVA1 話の全23話、構成。原作は、シリーズのうち、評価、愚者のエンドロール、クドリャフカの順番、遠回りするひなと、放送当時単行本未収録だった。短編、連邦は、晴れているかだが、OVA のみは、著者が手掛けた。 アニメオリジナルプロットである。制作を京都アニメーションが手掛け、2003年のフルメタルパニックフモフお及び2005年のフルメタルパニックザ・セカンド・レードと同じく竹本康弘が監督、加藤ー・二がシリーズ構成を担当している。本作はシリーズを時系列順に構成し、その中で大筋においては原作を踏襲しているが、 古典部の部室の場所など、原作から変更されている部分も一部存在する。最も大きな変更点は、作中の時代設定で、原作の2000年から放送年と同じ2012年に変更されている。それに伴い、33年前の真実が、アニメでは45年前の真実となり、関係者の年齢もそれに合わせて変更されている。前述の理由もあり、 アニメオリジナルシーンが増えているエピソードもある。劇とも本編中には、フォーレ、シシリエンヌ、バッハ、ジー戦場のアリア、無伴奏チェロ組曲第1番都庁超前奏曲、ベートーベン、月光第1楽章、第3楽章のクラシック音楽が使われている。これらは、原作者の米沢が作品のイメージの参考曲として挙げたものであり、 それを音楽担当の田中公平が編曲して使用された。他、クラシック以外の曲にも、バイオリン、チェロ、フルート、ファゴット、ピアノなどを使用し、独特の雰囲気を作り出している。主題歌挿入会キャッチには二十四節気と、歴便欄における文章が挿入されている。ブルーレイディスク、DVD ブルーレイディスクは限定版のみ。 DVD は限定版と通常版と計3系統となっており各巻には収録で全11巻。限定版はサウンドトラックとシリーズ構成であるガトー・ショウジが脚本書き下ろしたオリジナルドラマとラジオダイジェストを収録した CD 特製ポストカード2枚等、また特定の巻にはアニメ本編に関連した封入特典が収録された。 オリジナルドラマは本編を元ネタにしているが、コメディ基調となっている。また、第1巻、第4巻、第7巻、第10巻など、特定の巻には、複数巻の BD ケースが収納できるボックスが、封入されている。また、第9巻には、放送時点で単行本未収録である小説、連邦は晴れているかを収録した冊子が付属した。 通常版との共通特典として、ブックレットのほか、音声特典のスタッフオーディオコメンタリーや、映像特典のノンテロップオープニングエンディング、ロケハン映像、BGM レコーディング映像、オープニングエンディング収録映像等が収録される。第4巻には、試写会の模様の映像が収録された。オーディオコメンタリーには、竹本康博と加藤翔二が参加。 三巻のみ、が東の代わりに、伊藤厚氏が加わっている。CD2013 年1月13日発売のコミック版、評価三巻限定版では、テレビ版の第11話と第12話の間に相当する完全、オリジナルエピソードである、第11.5話、持つべきものは、を収録した、ブルーレイディスクが付録した。シリーズのブルーレイディスクと、 同じく監督の竹本康弘とシリーズ構成である加藤ー・シの二人によるコメンタリーと映像特典として舞台となったプールのロケハン映像が収録されている。第11.5話は2012年7月8日レイジよりユーストリームで先行配信された。放送開始時にはネット上で 作画の美しさを評価する声が多く寄せられていた。またビッグローブが運営するアニメ総合ポータルサイトアニメワンで発表された2012年春季放送アニメ人気ランキングで1位を獲得している。秋葉総研が運営するアニメポータルアニポタで2016年3月3日から実施した人気投票企画アニ作品で一番好きな TV アニメは において1位を獲得。2017年 NHK 日本アニメ100のベストアニメ100において25位にランクインした。また、IMDb では10点中7.8点の評価を受けており、日本国外でも評価されている。古典部の屈託のタイトルで2012年4月20日から2012年12月21日までランティスネットラジオにて配信された。 全36回、実写映画、評価が2017年11月3日に公開された。評価に関するカテゴリー、評価に関するカテゴリー、ありがとうございます。